ウィリアム・ヘンリー、ビリー・リードは、イングランドのバイオリニスト、教育者、作曲家、エドワード・エルガーの伝記作家。1912年から1935年までの23年間に、渡って、ロンドン交響楽団のリーダーを務めたが、最も知られるのは、エルガーとの長年の詩的な友情と著書、私の知るエルガーである。この著作中では、 バイオリン教奏曲路単調の誕生の物語が非常に詳細に描かれている。また、この本には未完に終わった公共曲第3番の作曲者によるスケッチが数多く掲載されており、これはアンソニー・ペインが整理を行って曲を演奏可能な状態にまとめ上げた際にこの上ない重要な資料となった。しかし、リードはこの公共曲を完成させることはできないという、 自らの見解を書き残している。エドワード・エルガー・リードは、サマセット州のフルームに生まれた。ロンドンの王立音楽アカデミーでは、エミール・ソーレ、フレデリック・コーダーら他に支持し、優等で卒業した。リードが初めて、エドワード・エルガーに会ったのは1902年、クイーンズ・ホールのバイオリニストとしてだった。1月17日、付随音楽、グラーニアと、 ディアーミートのリハーサルをオーケストラと終えたばかりのエルガーに近づいたリードは自己紹介を行い、火星と太陽のレッスンを受けられないかと尋ねた。エルガーはこう答えた。少年、私はそういったことにはとんと無知なのだよ。この時は、まだ彼らの私的な交流は始まらなかった。しかし、二人の運命は仕事を通じて交差し続ける。リードは1904年に、 ロンドン交響楽団の創立メンバーとして入団した。彼の身体的特徴は、エルガーの親友であったアウグストイエーガーと非常に似通っており、このこともいくらか鉄だったのか。エルガーは、リードに出会うといつも前向きな言葉をかけて、リードを激励した。1910年5月27日、エルガーとリードは、ロンドンのリージェントストリートで偶然出会う。エルガーは、 バイオリン競争曲の作曲に際していくつか問題を抱えており、リードに助力願えないかと頼んだ。これが二人の強い友情関係の真の始まりとなり、エルガーがこの世を去る1934年まで続くことになる。リードはエルガーの作業場において競争曲の走行をもとに最初に未装する役を担った。また、彼は1910年9月4日に、 グロスターのスリー・クワイアズ・フェスティバルで行われた反公開演奏において初めて聴衆の前でこの曲を演奏することになった。10月10日に行われた公式初演でソリストを務めたのはフリッツ・クライスラーである。エルガーは1911年から1912年までロンドン公共楽団の首席指揮者の職にあり、リードは1912年にこの楽団のリーダーに就任した。 1914年、エルガーは、弦楽合奏とオルガンのためのため息オーパス70をリードに検定した。この時から数年間、リードは作曲を行うようになる。弦楽四重奏曲第5番位単調は1916年のコベットコンペティションで二等賞を獲得した。エルガーは1918年のバイオリン・ソナタコ単調オーパス82などの作品の 作曲に際し、リードに技術的問題で助言を求め続けた。このソナタは1919 19年にロンドンのエオリアンホールにおいて、リードのバイオリン、ランドン・ロナルドのピアノで上演された。リードは2回目の演奏も受け持ったが、その後、アルバート・サモンズとウィリアム・マードックがこの曲の主な演奏者となっていった。リードは他にも弦楽四重奏曲をオッパス、83と、 ピアノ50奏曲をオーパス84の初演にも参加した。これら3作品はエルガーがサセックスのフィトルワースにほど近いブリンクウェルズに住んでいた時期に並行して書かれている。リードはこの期間、しばしばエルガーの住居を訪れては彼と共に散歩に興じたのであった。1920年にエルガーの妻キャロライン・アリス・エルガーが死去し、 リトル・マルバーンのセント・ウルスタンズ教会で葬儀が取り行われた。その際に、エルガーの弦楽四重奏曲の感情楽賞が演奏されており、リードも演奏メンバーに加わった。ジョージ・バーナード賞、1934年1932年、リードとジョージ・バーナード賞の働きかけもあって、実現した BBC からの移植を受け、エルガーは公共曲第3番に熱心に取り組んだ。 彼自身、数年来そうした作品の構想を温めており、多くの主題や着想が様々な奏功用紙に書きとどめられた。そこで彼はこれらをまとめ上げる作業に着手し、リードと共にバイオリンとピアノでスケッチをしばしば試奏した。しかしエルガーは、1933年にガンの宣告を受け、翌1934年2月に帰らぬ人となった。 闘病中のエルガーは、公共曲にはわずか数音しか書き足すことができず、自分がこれを完成させられないことを悟っていた。1933年12月に彼は、リードに次のように伝えた。ビリー、曲に下手な修繕をされないようにしてほしい。燃やしてしまえ。しかし、リードは172ページに及ぶ倉庫を捨てずに、取っておいた。エルガーの死後、ショーの勧めに従い、 リードはエルガーの記憶を本にまとめ、2年後の1936年に私の知るエルガーとして出版した。この本には172ページある総庫の多くのファクシュミリが掲載され、さらにエルガーがリードに指導した演奏面での注意と各スケッチを作品全体のどこに配置するかという指示も盛り込まれた。これに加え、リードはザリスナー氏に発表したエルガーの 第3公共曲と題した論文にすべての奏功を掲載した。1972年に初めてリードの著書に出会ったアンソニー・ペインにとってこれらと他の資料がかけがえのない価値を持つものとなった。ペインの保湿による公共曲第3番の発録音には70分に及ぶペインによる講義とエルガーがリードと共にバイオリンとピアノで演奏したスケッチが付された。 録音には、リード自身のバイオリンが用いられ、バイオリンのロバート・ギブズ、ピアノのデイビッド・オーエン・ノリスが演奏した。リードは1935年に、ロンドン交響楽団のリーダーを退き、これを時折訪れる特別な場面での役割と考えるようになった。代わりに、彼は、オーケストラの取締役会の議長に収まった。また、彼はキャリアを通じて、 王立音楽大学で教鞭をとっており、この大学のフェローに選出されている。リードの文下からは、ジョージ・ウェルドン、イモージェン、ホルスト、ジェーン・ジョンストンらが輩出している。1939年、リードはケンブリッジ大学から音楽博士号を授与された。同年、彼はマスター・ミュージシャンズシリーズの中の一編として、エルガーについてさらに執筆を行っている。 演奏活動から引退後、リードは学生に試験を課し、大会で審査する仕事に時間の多くを割くようになった。彼はアマチュアオーケストラやアンサンブルの指揮にも大きな働きを行った。1933年にはストローリングプレイヤーズの指揮者に就任した。英国王立音楽検定の試験と審査のために、スコットランドを訪れていた1942年7月2日。 リードはダンフリーズで救世した。彼の異界はゲロンティアスの窓に近いウスター大聖堂に埋葬された。映画エルガー、エステンスミューズ、ザ・ライフ・オブ・アン・イングリッシュ・コンポーザーにおいてリードを演じたのはルパート・フレイザーであった。リードは自作曲の作曲家として次第に名声を高めていった。彼の作品には BBC プロムスやスリー・クワイアズ、フェスティバル、 ボーンワスで初演されたものもあるが、彼の作曲家としての名声は、エルガーの電気作家としてのそれの影に隠れ、彼の作品はレパートリーから漏れていった。リード作品の演奏、録音の気分が高まってきている。注釈出典。ありがとうございます。